用意スタート。用意スタート。カット。これで全部の撮影が終わりだよ。今までありがとう。あんな好きな人できてん。1年前、俺はまだ生きていなかった。生きているとは言えなかった。はい、やめ。後ろから集めて。俺今回自信あるね。お前なんかに負けてねえよ。どうでもいいよ。いやー、やっとテスト終わったな。もう最悪やった。お疲れ。これ夏彦が書いた小説。え、うん、ほら、テスト終わったら読みたいって言っとったやん。あ、ごめん、私塾があって。私今日部活なんやって。また今度貸してな。うん。これありがとう。面白かった。夏彦が書いた小説、また読みたいって子がおったら貸してな。いいねえよ、多分。もっといろんな人に読ましたんやけど。お前だけだよ、まともに読んでくれたの。使いみたいやな。よくそんな恥ずかしいことが言えるな。貸して。あ、そや、これで映画撮ろ。映画、うん、何言ってんの。夏彦の小説映画にしよう。こんなんで映画撮れるかよ。ほら、最近パソコンとかで編集できるし。編集ソフトがねえよ。誰か持っとる人おらんかな。持ってねえって、無理だよ。制服で買ったらやばいって。うん、どうでもいいよ。タバコやめるっつっとったよ。ああ、二十歳になったらやめてやるよ。いやいやいや、逆やし。おお、今日もラブラブやね。そうそう、付き合ったらいいんじゃん。いや、そんなんじゃないっすよ。オバマにライブハウスあったんやけどな。そっか、でもオバマにライブハウスはできんやろ。そうやな。その辺の公園でやるとか。あ、そうやな、野外でやろうか。あ、そうやな、うん、野外だったら気持ちいいしな、うん、いや、それは近所迷惑って言われるやろ。そうやな、うん、そっか、やっぱオバマでは無理か。9月15日。おーす。9月15日、7時33分。じゃあ、葵さん。葵千春です。よろしくお願いします。葵さんの家は奈良県から、お父さんの仕事の都合で。何、森川君。
僕の映画に出演してください。よーいスタート。よーいスタート。じゃん、これが脚本です。あ、監督主演ってやつやんな。すごい、なんか素敵。ありがとう。気ぃつけて帰ってな。今まで誰かのこと好きになったことなかったし、やからあんな分かりやすいんやで。マツコ、何時だと思ってんの。ごめん、忘れとった。先生めっちゃ怒っとるで。どうしよう。ごめんのち、夏彦に余計なこと言わんといてよ。ごめん、ほんま。なあ、なんで映画撮ろうと思ったん。なんでだろうね、正直分かんないよ。今まで何かに夢中になったりしたことなんてなかったし、映画を撮ろうなんて一度も思ったことなかった。ああ、そうやったんや。世の中の全てがつまらなく見えた。なんでみんな一生懸命勉強して仕事して何が楽しいんだろう。一体何のために生きてるんだろうって思った。今でもそう思う？いや、今は世界の全てが輝いて見えるよ。海も空もその辺に生えている草や木だって。すごいな。最初に君を見た時に俺の中の何かが変わったと思う。うちのことどう思う。多分好きなんかな。多分か。今まで恋愛なんてしたことなかったし、他の連中が言う恋愛と俺のは全然別物だと思う。世の中に同じ恋愛なんてあらへんよ。そうだな。だから俺のままで行くよ。君も君のままでいてください。